今日。あ、起きてるよ。うん、あ、起きてる。なんだ、めっちゃ目覚めてるよ。本話家の方で3分間配信して、俺最近ゴールド免許更新したねんつって個人情報を隠しながら免許見せたらバンクだって今サブ若やから。うん、めっちゃ起きてるよ。うん。テンションが下がってるだけやから。うん。うん。まあけど、セタちゃん、ね、綺麗なね、着物、浴衣着ててね、めっちゃテンション、うん、上がってるけどね。あ、う、あ、ん、ええー、やん。全然上がってない。目死んでます。目が死んどった。そりゃ、目死ぬよね、そりゃ。開始3分でバンされたことないだろ、セタちゃん。つけた1秒後にいじめの警告出たことないだろ。うん。2日連続バン食らったこともねえだろ。本社行ける予定だったのに、本社行けなくなったこともねえだろ。うん、それはテンション下がるわ、週間ランキングもさ入れそうやったのにさ、逆に勢いがすごい、逆にそう、逆にね、もう反骨精神でやってるわ。もう俺1時半までに配信終わろうかな思ってたけど、セナちゃんがね、まあ俺をね助けてくれたというかね、あ、まあ盛り上げてくれようとしたのか知らんけど、まあ、あ、望むところや。お気に入りなんでね。お気に入りなんで、ま、んお気に入りなの、セナ、お気に入りなんで、うん、バンなる、バンなる。いや、それはバンならない、バンなる、それはバンなる。それは大丈夫。週刊ランキング入ったら何かもらえますか。いや、もう何ももらえないけど、やっぱセナちゃんもそうやと思うけど、目標って大事だよね。大事です。週刊ランキングがあるから頑張ろうって思えるもんね。ラーメン頑張るもん、うん、そうそうそう。お、ラーメン、にゃん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 、ありがとう。セナには勝つぞ。週刊めっちゃ多分上の方や。ラーメン中山きんに君です。週刊ないじゃん、セナ。え、バンさん、バンさんって間違えちゃった。バンさん何言ってんねん、バンさん。バンさんってプロソロバンプレイヤーじゃん。プロソロや、お前。バンされすぎてバンさん。バンのプロかな、バンの、ね、やかましいや。やかましいや。行くぞ。1時半でやめないで。まあ、それはまあ、勝てたらね。一回も勝ててないから。プリン将軍に3連敗したから。バンさんは死ぬ。それな。ほんま、ラーメン。ニャン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 。ありがとう。パトフィー、別にパトフィー求めてないわけがないじゃないか。さ、わらわらわら、ラーメンバラバラ。カメパありがとう。ありがとう。今夜の晩餐、中山きんに君です。ゆうこからの前。ゴー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 ラーメン。開けられんぞ、ここは。ここで。お、どうも応援します。ありがとう。ラーメン、俺の声聞こえてるか。おい、みんな2倍や。あなたたち、ポッキー、牛乳応援します。ありがとう。ありがとう。タラババラ、ま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 、ラーメン。踊ってないラーメン知らない。ベルタン応援します。ありがとう。ラーメン、タラババラ、ま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 、くさー、トラメンの上だよ。くさー、サンキュー、くさー。ジョミン、頑張れ。ありがとう。エミちゃん、バラ、ま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 、ラーメン、お、テニス楽しいよな。お、エミちゃん、バラムマ。いいよ。めちゃくちゃいいよ、みんな。アイドルバラムマ。ゆうこ、ラーメンつけば僕いけない、オッケー。お、どうい、あの、サッカー日本代表にならないか。どうも、本田圭佑です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、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 おどうもロナルジーノです。引退しました、チーズ。おドビー、センキューだわ。無回転シュート決めようぜっていうことで、ヤガマさん、バラムマ、ありがとう。おちょ、みんなありがとう。ドビー、ありがとう。さ、強セナ、強なんや、お前、浴衣で男釣ろうとすなよ、お前。あ、なあ、してない、してない、本当に。え、今日ほんまに祭りは行ってきたの？今日は行ってきますよ。すごい。え、どこ、あ、けど住所特定ややか。それも特定はあかんもんな。中村バラムマ。俺免許証で、あの、さっきバン食らったから、個人情報の特定で。中村、踊ってない中村知らない。え、花火見てきたの？それか、あの、屋台巡ってきたの？それを言っちゃうとバレるかなと思ったんで、お祭りって言ってます。花火見たか見てないか、もうそっか、バレるか。そうか。バレるかなと思って。ほんまさ、TikTok って使いにくいわ、ほんま。使いにくいですよね。個人情報何も言ったらあかんや。ほんとに。もう最悪だわ。もうしかもみんな負けてるし、常夏さん1位になってる。マジ嘘、ほんまや。常夏1位とか珍しい。珍しい。あいつな、多分1位になってるから俺とコラボ今したくないやと思う。もらい番を恐れてるから、多分ね。いつもやったら1位とかならへんから。じゃあ、もうほんま安全牌かな今日ね。え、安全牌、安牌かなと思って。1位ですよね今ね、常夏さん。常夏はね。え、じゃあセナちゃんは大丈夫って、何が、何が大丈夫って、俺とコラボしても大丈夫かって。いや、今勢い乗ってるからね。ああ、常夏が、はい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 、常夏が1位になるのが大丈夫そうってこと。今週もう大丈夫です。みたくありがとう。こいつ何言ってんの、ずっとようわからんかったわ。おい、意味わからんけど勝つぞ、みんな行くぞ。ほな、祭り女に負けとったらあかんて。おい、もうほんまに行こうぜ、みんな。ちょ、俺もうバン食らいすぎて一回も今日勝ててないから、一回は勝とうぜ。あ、無理か、無理っぽいな。怖いな、でもな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。草さん、なぜさら、すいません。ありがとう、おいしい。
なんか来る気がした、なんか来る気がしたわ。もうほんまもう嬉しい、やばい。あーもうえぐい、えぐいわ。よかった。あ、最後逆に負けて、もうなんかよかったでしょ、うん、かね、俺かわいそうですよ、どう考えても。うん、よかった。なんか、さすがにかわいそうすぎるから、もうなんか、勝たせてあげたみたいな、うん、なんか、そんな感じでへん、うん。うん、よかった。優しい。うん、いや、ほんまだけど。同情されちゃってた、お前。クサハエロ、ありがとう、ほんまにありがとう、フォローさせてもらいます。もう、電卓もありがとうな、もう、クサモデレーター追加しとく。ありがとう、ごめんな。はい、そして、ベルタンも、はい、フォローしておきます。ありがとうございます。そして、ドビーも初めまして、そしてありがとう、ジョビーもバトヒーもタラバもラーメンも牛乳もエミちゃんもみんなまとめてんが、センキューだ。マジで泣きそうや、ちょっと泣いたし、どうぞどうぞ、はい、コメント。あ、すいません。はい。みったく、みったくありがとうね。ぴょぴょありがとう。ガメパンもありがとう。本当にクッパーありがとう。シャーチありがとう。チップありがとう。クッカありがとう。エンシーありがとう。グルパありがとう。家族ありがとう。だって、タツヤさんだから。みんなと、ゆっくり。ゆっくり。ありがとう。うん、ごめんごめん。風呂そろそろかわいそう、それな。せやちゃん、まあ、あの、まあ、もう一回やりたかったら、まあ、プロソロさん大好きです、はい、もう一回やらせてくださいやな。ね、プロソロさん大好きです、もう一回やらせてください。いや、ちょっと恐る恐るじゃなくて、これちょっと可愛くやってほしいね。プロソロさん大好きです、もう一回やらせてくださいって、うん、プロソロさん大好きです、もう一回やらせてください。あー、もうめんどくさいな、ほんまに。もうやってやるよ。ありがとう。今のでいいよ。はい、バーンされる前の赤でもモデルに任命された。そうだよ、クサハエロ。ありがとう。俺、乙女座だけど、獅子座もらった瞬間、もうテンション爆上がったわ。さあ、なあ、祭り女よ。はい、俺に負けた気分はどうや？ああ。よかったなって、よかったねって。いつも高圧的に行かせてもらってんやけど、今日ばかりはあれやわ。もう高圧的に行けなかったんで、みんなのおかげでキャラが戻ったかもしれない。みんなで応援だ。あ、いや、もう一回、十分あの伝わったんで、うん、煽ってないよ。もう煽ったらまたバンされるから。ああ、バンバンだで、そう出てた。バン男 VS 祭り女。うまい。いいね。祭り女。え、どうした？祭り女です。祭り女面白いね。祭りで屋台とか行った？屋台行ったは別に個人情報じゃないでしょ。屋台とかなんか回った？あ、なんか何食べたの？なんか射的とかもやった？あ、うん、ポテトと焼き鳥と、うんうん、たこ焼きとかき氷買って帰りました。うん、いやいや、食いすぎやろ。食いすぎやろ。え、ちょ、え、誰と行ったん？子供ちゃんと。え？子供ちゃんと。お母ちゃんと子供ちゃん2人で？うんうん、あとおばあちゃんと3人で。3人でね。はい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 。ええやん。夏の思い出できた、うん。うん、なんか幸せでした。いや、そりゃそうだよね。ダメでよし。祭りくじの闇は暴いてこなかったの？祭りくじ。くじなかった？屋台に。あ、ああいうのはちょっと私やらないんですよ。あ、やらないんや。もう飯系ばっかり。もう飯食うだけ。あ、そうなの。いや、食べてばっかりでもさ、せたちゃんめっちゃ痩せてるからさ、ええよな。うん。そうですね。うん。ちょっと待って、ね、赤ちゃんじゃないよね。え、赤ちゃんやったっけ？お子さん。5歳ですもん。あ、5歳やから普通に歩けるね。あ、そりゃ楽しいわな。はいはいはい。ええやん、ええやん。そりゃ、え、もしかして初めて子供と祭り行ったの？あ、ちゃんとしっかり分かるようになってからは初めてです。あ、そうなんや。うんうん、ええやん。行けなかったから。あ、なるほどね。キリア、ねジョビンさん、バラムマ、ユーコ、バラムマ。ありがとう。キリア、ねそう、真面目な話をしないとバンされるんだよ。サトヒヒ、バラムマ。ありがとうな、ほんまにもうみんなありがとう。カナメバラムマ、皆さんのおかげで、もうめっちゃ俺テンション上がったわ。いや、左サイハルのことする。サイハルって誰？誰？バラムマ、うまアイドルバラムマ。あーにゃー、ありがとう。ナオトンバラムマ。アーシーありがとう。ドビーありがとう。カズカありがとう。アーサンバラムマ。うまよ。いいよ。待って待って、いや、いつものプロソロじゃない。いや、どういうことどういうこと？どういうこと？ありがとう。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 もうやばいって、もう泣きそうになるんだって、もうこの状況だから。アッシュ、ありがとう、奥さん、もう本当に。アッシュ、ありがとう。ありがとうね。もうないやろ。感動するわ、こういう時にみんなに助けてください。そう、泣いちゃいそうになるよ。
ないでセナちゃんはさ、そっかバンとかされないから、そっか分かんないよね、気持ちがあんまりね今のところまだね。でもまあ分かんないけど、けどね、なんやろね、感覚的には、うん、何やろうね、もう、なんて言ったらいいんやろな、もう家出た瞬間に銃口突きつけられて、うん、撃たれて動けんくなる感じかな、うん、心臓ぐさってなりそう、ぐさってなってふーってまた家にこもらんとあかんから、うん、まだ勝ったとは確信できない。いやそうやけど、もうくさ、ありがとうほんまに、僕も気持ちがね、嬉しいですよね、うん、気持ちが、いやそう、気持ちが本当にみんなで応援してくれるっていう、うん、気持ちじゃなくて、うん、そうなんですよ、ありがとう本当に、いや、いつもの俺で行きたいんやけどね、もうなんか、ね、状況が状況なんでね、うん、本当にだってさ、そう、かわいい、だってセナちゃん今さ週間結構上位なんじゃないの、50位ぐらい、何位ぐらい、56ですよ、56やけどさ、バーン食らったらさ、うん、週間ランキングからまず除外されんねんで、で、うんうんうん、さらに厄介なことに、例えば日曜日が締め日や、うん、日曜日の24時にランキング確定するやん、うん、でも、うん、もしバーン食らってライブできないってなったら、もう日曜日もライブできへんから、うん、週間ランキングめっちゃ下がったりとか、うんうん、もしかしたらランク外になっちゃうよね、うん、ありがとう、そう、うんうん、だからさ、もう超ショック、うん、うん、ね、今まで頑張ってきたものがね、そう、今まで今週いけると思ったよ、先週もバン食らいすぎて、うん、しかもね、ま、みんなにしてもらってるから余計、そうそうそう、みんなにも申し訳ないから ね、そうやね、ランク高い、ありがとう、残り14秒もらい泣きするやつ、いや、もらい泣きは別にしなくて、同情しなくていいぞ、うん、お前ら、うん、そうだよね、とりあえず勝負に勝てればいいんだ、いけるか、1対0だけど、2対0にいけるかいけるかやれるぞ気使ってくれてるみんな、ちょっと、あの、セナさんのファンの皆さん気使ってくださってます、あ、大丈夫ですよ、全然、すいません、なんかね、俺この間、それこそセナちゃんじゃないんやけど、あゆかちゃんっていう女の子がいて、あゆかちゃんと、うん、赤ちゃんが映っててね、で赤ちゃんがこうやって全面に出てきて、でいないいないバーとかやってたら普通に負けたんやけど、いや多分投げにくいんかもしれないね、うん、同情だよねみんなね、はい、ごめんなさい、ありがとうございます皆さん、はい、そしたら感謝します、もう草生えるのもう最高すぎた、現場で名前が面白い、それ草生えるわ、もうありがとう、もう涙もう出なくなってきた、もう笑いしか出なくなってきた、ありがとうほんまにな、そしてあーさんもありがとう、そしてタラバもいつもありがとう、そしてアイドルもナオトもキリアもカナメもパッドヒキもユウコもジョビもみんなまとめて愛してるぜ、どうぞ、おめでとうございます、クルさん、ありがとうございます、生えてんな草が、ありがとう、どうぞ、はい、アシュ、ありがとう、ありがとうね、本当にアシュ、ありがとう、メッタ君もたくさんありがとう、クサさん、ありがとうございます、こちらまで本当にカメパンもっとありがとう、アニャもありがとうね、ドビーありがとう、シャンちゃんありがとう、クパありがとう、モックありがとう、クックありがとう、皆さんタップもありがとうございます、はい、おぶ、はい、お疲れさんで、え、草さん向こうにもちゃんとトラベルウィズユー投げてる、え、マジ、うん、草こっちにも、まあ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 、全然大丈夫なんですけどね、え、いくらプロソロ相手でもさすがにバン食らいすぎて投げにくくなるよ、そっかそっか、まあまあまあ、あの、同情しなくていいから、もう一回やるんかい、もう一回やるんかい、当たり前だろうが、おめえ、うん、3回勝負じゃ、うん、あの、同情はいらない、うん、ユニバ100個あったらいいから、ユニバ100個でいいから、同情なしでじゃ全然、もうだって同情してもさ2対0で俺の勝ちは確定してるんだから、あ、トータルでいこう、トータルで今までのトータルがあるからな、今までのトータルとかそんな急に言うなよ、ここだバンバン、今日は俺を言うときに、めっちゃ愛がこもってていいねそうっすか、プロさん次お餅さん待ってます、いいだろう、3回目だよこれ、うん、3回目の正直だ、ヘムヘムヘムや、ハムハムハムじゃないね、これはじゃあね、これ2点分ですね、うん、そっか、え、何時から祭りあったの、あ、てか別に何時に行ってもいいか別に、ね、でも行ったのは8時で、うん、40分間しかいなかったです、8時って夜8時やんな、8時、あ、結構遅くに行ったよね、遅くに行った、はい、頑張ってありがとうえ、結構だって5歳児ってさ大体9時ぐらいに寝たりするもんなんじゃないの、うちの子寝ないんですよ、薄いやん、ずっと押しで寝てくれない、朝から晩まで、マジで、え、じゃあお母ちゃん起きて起きてとか言うてくるの、あ、言わないです、普通にまあ起きてるだけで別にあのセナちゃんが寝てる時にこうやってもうビンタとかせえへんねや、さすがに、もう、もうする、え、するのやっぱり、え、ほんまにするどっちやねんするするって言った方が面白いけど、なんか、ん、え、そうなんすよ、するんですよって言ってもらったら、えぇ、ー、って言えんねやけどね、あ、でも昔はされてましたよ、リモコンで殴られたりとか、ガチやん普通なんかね、夫から家庭内暴力は分かるけど、まさかの赤ちゃんから、赤ちゃんからだけど、優しいよね、優しい、そんな痛くないよね、ガチガチの痛い、もう
影とかわかんないから。あ、わからんから普通に痛い。かわいそうに。今日のおもちさんかわいらしいですよ。マジか。みんなあれかな、あの花火モードというか、その祭りモードに、祭り女になってんのかな。祭り女がいっぱいおるんかな。おるかもしれへんな。さあ、3回勝って、ねぶた祭り完成させよう。あ、キリア、ニャン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 、キリア、ニャン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 、アウソバラムマ。ナオトバラムマ、ユーコバラムマ。いいよ。ありがとう。本当にみんな、優しいな。ありがとうね。はじめまして。本当にありがたいわ。週刊もありがとう。週刊1位か、常夏が。ついに行くか、あいつ。みんなありがとう。常夏はずっとな、あいつ。お、タラババラムマ。おお、来てるぞ、来てるぞ、来てるぞ。ここで、応援します、応援します、応援します。ありがとう、ナオト、応援します、ありがとう。タラババラムマ、もももも、トマ、ココナ、応援します、ありがとう。お、パトキキ、輝く星、来た何これ。お、タラバライブする、ありがとう。ココナ、応援します、ありがとう。カナメ、応援します。頑張ります。応援します、頑張ります。頑張ります、頑張ります。頑張るぜ。頑張るぜ、ナオト、センキュー。頑張るぜ、でいきます。あ、来た、終わったな。ありがとう。頑張ります、朝、ありがとう。いいよ。うわ、もうだって、一気気の気、はいはいはい、一気気の気草さん、一気気の気草さん、はい、一気気の気、うん。ああ、オートバイもらったら、ガンギ割りドリンクいつも飲むんだ。あ、紅茶って見えた。しょ、ま、いいわ。草、ありがとう、ほんとに。輝く星599回。あ、そうなのね。俺の方が盛り上がってて祭りっぽいんだけど、え、そっち祭りの後っすか？みんな屋台片付けてません？大丈夫っすか？起きてます？ちょっと分かんないです。ちょっと心配してます。あれちゃいます？花火が屋台に引火して爆発してみんな救急車で運ばれたみたいな静けさですけど、大丈夫っすか？ちょっと今、お葬式中です。お葬式ですか？あ、俺、実家寺なんで、マジで、お経を唱えられますよ。あ、いいとこの子ちゃんと。奇妙無理。ちゃんといいとこの子ないよ。ちょっとって言ったらガチでいいとこの子やから。うん、まあ俺の兄貴が住職やけどね。うん、ボンボンや、そうや。寺は儲かるからな。うん、子供の頃はね、お金に困ったことなかったやけどね。コウスケバラモン、大人になってからお金に困りまくって、うん、ようやく今。お坊さんってキャバクラ結構行ってますもんね。そうなの？何暴露してんねん。だけど俺はそんなキャバクラ好きじゃないけどね、普通に。うん、キャバクラよりももうちょっとうん、いいところ知ってるんで、はい。あ、クラブですか？え？クラブとかですか？え、ちげえよ、お前、クラブもキャバクラも喋るだけでおもんねえだろうが、マッサージ行ってんね俺、肩よく凝るから。しかもそのマッサージはもう、うん、あ、これ以上言うとまたバンクだから何も言いません。さあ、残り25秒です。さあ、行きましょう。3連勝して、大花火打ち上げませんか、みんなで。バーンって。またバンになるぞ。だからもうちゃんとマッサージが気持ちいいということしか言ってないから。プロソさんの過去話感動しますもんね。ラーメンありがとう。さあ行くぞ。勝利の雄たけびあげよう。いけるか、いけるか、来る可能性十分やるから、来る可能性あるから。わー、来たじゃん、花火。ありがとう。お母さんマジで天才やん。最後で勝利の大花火あげようぜって言ってあげてくれてるやん。お母さんさ、もう優しい、ありがとう。はい、そしたら3連勝した本物の祭り男の俺が感謝します。偽物の祭り女は C だよ、 C。 お前、金魚すくいで救った金魚食べたらダメだぞ。はい、行きまーす。はい、1位草生えろ。本当にありがとう。草生えるさえいなかったら俺全部負けてたんで、泣きながら配信切ってたと思うんだけど、今は感動の涙を流しながら長時間配信できると思います。ありがとう。そしてバトヒヒもありがとう。助かった。バトヒヒもね、追加しとくぞ。優しいな、バトヒヒ。そしてタラバもありがとうな、いつもな、本当に。そしてココナもカナメもナオトンもアーさんもアナゴもユウコもみんなまとめて、うま、結婚しようぜ。どうぞ。カメパンありがとうね。カメパンありがとう。フィッシュありがとう。クッパありがとう。クックありがとう。コブラのありがとう。ナズクありがとう。トビありがとう。皆さんタップもありがとうございます。ありがとう。はい、というわけで、なんか勝てそうな雰囲気終始出してましたけど、うん、やっぱ祭りの後でしたね。うん、この結果はね。MMM。MMM。あ、ごめん、笑いすぎてちょっと息できなかった。うん。セナちゃん可愛いし、すごく浴衣も似合ってる。そしてお子さんも、お母さんかな、おばあちゃん、おばあちゃんって言った、なんて言ったらいい、おばあちゃんね、赤ちゃん、違う、5歳の、息子さんのおばあちゃんとね。
3人でね、仲良く楽しんで、これたということでね。うん。まあ今後ともね、俺らも楽しい配信していこうな。はい。頑張ります。なんか弾いてるな。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。うん。うん。自分だけ言って、自分だけ言って、それしながら。俺？俺？